椿は南三陸町には椿島という島がずっとあるんですけども、今回その被災してよく分かったことは、その地形があらわになった時に、その樹木、樹木や木の生態みたいなものもあらわになったんですね。で、ご覧になると分かるように、塩害杉でどこまで津波が来たよっていう、こう範囲を教えるように、塩害杉でやられている杉の間に椿はちゃんと自生しているという事実がこう見えてきて、椿のように生きるということはすごくこう大事だなっていうふうに、根を張って横に生きるっていうのはすごくメッセージ性があるなっていうことをすごく感じたっていうのが一つと、塩害に強い植生だっていうことですよね。それをまちづくりに生かせないかなって、まあ椿花咲くまちづくりのワークショップを開催したりとか、そういうふうにつなげているんですけど。それってそのまちづくりに生かせる反面、その子どもたちに伝えるものはとっても内包されていて、で可能性も内包されてるわけですよ。椿は綺麗なだけじゃなくて、染め物にもなるし、香料にもなるし、油にもなるし、いろんなこう派生して未来が入ってるんじゃないかなと思って、でそれをまちづくりに反映させるっていうのはすごくこう希望を持って街を作っていけるんじゃないかなと思って、それをしたいなっていうのをすごく、できれば避難路に生かせないかなと思って、今日は避難路の道案内。そうそうそう、それを椿がしてくれて、日常ではすごく景観となって立ち上がって、だけど災害時には命を守る道になるっていうようなことで、椿を生かすことが、例えば観光に来て被災した場合どこに逃げればいいかと思った時に、この町では椿の道をたどれば逃げることができますよとかね、書けばそのまま生かせるんですよね。だそういうふうな町づくりってできないかなと思っているんですけど、でも苗を植えるとか育てるとか、それを伝えるだとかっていうのはお母さん方や子どもたちが担える復興だから、むしろそういう方が続くんじゃないかなという、持続可能な町づくりとしてはそっちの方が。あとはそうですね、椿染めだとかね、それを観光客の方々にやっていただくだとか、あとは何だろうな、椿モチーフにしたおまんじゅうを作るだとか、派生する物語はたくさんこれからね出てくると。